はい、本日はですね、和歌山県のオレンジで、買い物いつも通りしていきたいなと思います。こちらがね、アパレル館ということで洋服ばかり売ってる。で、対して後ろ側はギア館ということなんですけども、なんでこんな紹介してるかというと、僕ね、行きながら喋りましょう。視聴者さんでジム一緒の人おるんですけど、なんか和歌山のオレンジ行こうと思ってるんですけど、服いっぱいありますって言われて、いや、アパレル館やったら結構あると思いますよって言ってたんで、伝わってないかなと思ってご紹介しました。で、それとね、今回衣装提供いただきました。僕のこと応援してくれている、最後エンドロールで流れてくる姫路の隊長っていう人、姫路おじさんかな、姫路おじさんやと思うけど、僕隊長って呼んでるんやけど、その人がね、ティファニー×エアホースくれたのと、ティファニー×シュプリームくれたから、これを衣装として今日は着ていきたいなと思います。ちなみにプレゼントはいつでも、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。行きましょう。いや、こっちと同じ匂いしない？入り口のとこから行こうか。いい？あ、ほら一緒だ。だからだ。お値段高いやつか。高いですな。あれな、もうしたんだっけ？6万ぐらいしたんだっけ？このサイズはもう6万じゃ効かんよ。10何万。通りで同じじゃないと思った。我が家と。ちょうどエアコン効くとこにやってるな。うんうん。はい、では行きたいなと思います。僕らいつも知らんけど、なんかだいたい上から行くやん。うんうん。で、上から行ってエンジンかけて、下降りてくるから、はい。それで行きましょう、今日。はい。何これ。あ、これが前なんやな。本当だ。これ防水ですか？です。はい、これ下から被ったらいいですか？そうですね。はい、すごい。これ手取れないじゃん。なんかジムの、あのトレーニングする時のグローブみたいな。 あ、すいません。ゴールドジムの、そう、勝手にゴールドジム使ってるけどこうやってやってるやん、いつもジムで、臭いやつね。そうそう、裸に着てるみたい。あの、あれみたい、あのサーフィンの後着てるじゃん、ポンチョ、ポンチョタオルの。これパンツやっぱゆったりとかやったら似合うんですかね。料理の専門学校1年生みたいになってる。すごいな。でも似合う人は似合うねんからな。そりゃそうだ。なんでこうも似合わんねやろ。すみません、ありがとうございます。やっぱ堀西が多い。ここほら、一時これこういうのめっちゃ流行ったよな。はや、サーフ系のやつ。うんうん、かわいいね。うん、で、この絵も売ってるやつなんかな。売ってるやつやな。さっきもさ、聞いてくれとったやん、今日何買うのって聞いてくれてたけど、うん、だいたいいつもその場のノリなんよ。事前調査してないから。コロンビアとかシンプルでいいね。トモヤン、あーあーあああ、これさっきの堀西のこれ描いてる人と一緒の人やね。あ、そうだね、一緒だね。うん、なんか壁にも描いとったもんな。ナンガみたいだね。ナンガのあれは違うな。カタくん、なにこれ、カナダグース。おー、もうカナダグースがある。うん、ダウンベストね。うん、まだベストはそんな値上がりしないかな。9万2000円やったら高いよ。高いか。でもカナブースって長いですよ、13万とかくらいするやん。今年は15万ぐらいいくかもしれん。高い。カナブースもともと値上がりする前から結構値上がりしとってん。あ、そうなんだ。俺がこの先生だから毎年一番ずつ上がっとってよ。あ、そうなんだ。うん、だから先輩の先生が早く買わなあかんでって言って葉っぱかけられとってん。可愛らしいね。可愛らしいね。俺には似合わへんかもしれんけど。ここのブランド何のブランドなんやろ。ジョナス&フリークス。結構しっかりしてる割には。あ、すごいしっかりしてるね。これ号泣やね。そんな高くない。え、本当だね。これが系統一緒のやつなの。初めて見たこのブランド。うん、お、シャツがあるじゃないですか。同じシャツが。あ、本当だ、見たことあるやつや。青はもうあと1個しかないけど、うん、これは紫はあるな。沖縄感強い。なんかいる。でもな、素材ちょっと違う。この紫のやつの方が柔らかい、テロンとした感じで、こっちがパリパリしてる感じ。うんうんうん、パタゴニアやね。今年もこの辺パタゴニアずらっと。今年買ったの俺何買ったやろ。この辺とかすごい柄のやつ買ってなかった。これ買ったわ。あ、それよく見るね。うん、オフィスで履いてるね。そう、この間サーフィンの時も履いたけどな。で、リュックとか。リュック前ここあったっけ。なかったよな。えよ、なかったなかった。ここなんか服やったもん。これあるよね。あ、見るね、それ。これ何？アロー23 でもまあ近いかもしれない。23はないねん、そもそも存在しない。あれ32、それも存在しない。これグレードやねん、しかも名前も違うし。でもアロー20何バーガーの指定を用意してんな。28。これはミステリーランチ。お、商品名、アーバンミステリー。アーバンミステリーね。あの、ランジローバーのレンジローバー的な感じね。アーバンアサルトっていうね。初めて聞いた。この辺もシャツ系ですね。あ、これノースフェイスのシャツやねんって。へぇー。たっくん、前くさ、買ってたさ、あの白地の柄シャツくれたもんね。ドームキャンプのやつね。うん。都市バージョン、違うバージョンっていうか。あ、ほんまやわ。だってこれやろ、多分言ってんの。これの昔版みたいな。うん、そうそうそう。で、セットアップもあるわけね。ああ、なんかジンベイみたいだね。俺似合わんか。ちょっと似合わなかったね。そして、なんかノースはすごい色がパッキリって感じなんだね。そう、意外とな。うん、この辺とかやろ。
うん、なんかあんまちょうどに色は出ないけど、オレンジ出にくいもんな色。うん、でもさ、パタゴニアのさバギーズショーツあんま変わらんよな、うん、あれ本当だね、似てるよな、似てるね、こっちがバギーズ、こっちのオスです。ほら、まあ、そっくりじゃない。うん、なんかもっとパッキリした感じに見えるけど、今年ちょっと色味変わったのかな。なんかグリーンとここら辺がなんかすごいパッキリしてるね。確かにこうっぽくないよな、うん、黄色とかブルーとか、あとグリーンもさ、うん、いつものノースエースでこういうさちょっと濁った色味がな、うんうんうん、かわいいね。でもこれ一回履いてみようかな。え、持ってんじゃないの、うん、あ、そうノースか。でもまあパタゴニアは同じやつ持ってるか。うん、色違うのにしたらブルーとか。うん、すいません、試着してもいいですか。これブルベの人だってめっちゃいいわ。めっちゃ綺麗な色だね。ブルベやったらな、うん、夏の色じゃない。めっちゃ俺は似合ってないけど、うん、色はめっちゃ綺麗よな。あ、めっちゃ綺麗な色。グリーンも綺麗なんじゃない。意外と、うん、じゃあ一応グリーンも履いてみようか。グリーンどんな感じ、これ見た感じは。なんか学校のジャージみたい。じゃあ変やけど一応履いてみよう。どう。あ、でも可愛い色。うん、これはこれでまたありなんやな。これな、白 T やからあんまピッときてないけど、黒 T とかやったら俺多分合うと思うで。うん、確かに変じゃないよ。あ、ほんま、それいいじゃん、新しい。うん、グリーン、うん、どっちがいいと思う、ブルーとグリーンやったら。どっちも綺麗な色だもんね。綺麗は綺麗な。グリーン、そんな、意外といいと思ったけど。じゃあグリーンにしとこうか。うん、グリーン持ってないじゃん。すみません、じゃあグリーンにしときます。この色綺麗ですね。そうなの、今年の色でスーパーソニック。かっこいい名前。ありがとうございます。スーパーソニックブルー、かっこいい。逆にグリーンは何なんだろうね。アマゾングリーンだ。おー、かっこいい、それも。なんか種子思考変えていったんだよ、ノースエース。で、この辺も T シャツですね、うんうん、ノースエースの。ご当地 T シャツでこれあったよな、移動経路ついてるやつ。うんうん、あれ、俺もちっちゃなって着られへんくなってるわ。鎌倉かどっかで買ったやつ。そうそうそう。へぇ、かわいい。うん、かわいい。まあ、グレーはね、ちょっと脇が。あ、汗が。そんな感じかな。で、これバーギーズナチュラルやな。それ持ってるよね。これ持ってる、部屋着にしてるよ。うん、これめっちゃ楽やから。紐そんなんだった。あ、紐変わってるかもしれない。なんか紐変わってるよね。うん、これじゃなかったかもしれない。このヘビみたいな柄じゃなかった。じゃなかったよね。コットンっぽい感じの単色やったな、うん、そうそうそう。あ、こっちの方がいいんちゃう。うん、これ新しいやつちゃう。マットショーツ、これ新しいやつちゃう。ノース、ノースエース。うん、秋っぽい色だね。この色で、うまいこと言ったら次から出してくんちゃう。出ました、今年で、うん、あのバルトロ復活するケルプタン。お、長いな。うん、おじいちゃんの肌着みたい。難しいな。ちょっとショーツから一回離れよう。なんかもう分からなくなってきた。次は T シャツですね。なんか T シャツとかってさ、こういう柄物とかって集め出したらほんまキリないぐらい欲しいなっていくもんな。うん、一時俺も結構柄のやつ集めてたけど、もう最近は無地ばっかりやな。柄着てほしいと思う。うん、好きなの着ればいいんじゃない。柄はシャツがいいな。柄シャツね。うん、 T シャツは別に。もうシンプルでいい。シンプルでいいかな。じゃあそういうやつはそうしましょうか。ほんもうこういうやつ出てるんだね、フーディーっていうの。ちょっとこの辺素材変わってきてますね。またテック系というかスウェットとはまた違うような、もう化繊、完全化学繊維で作られてる感じの、あ、ジムっぽい感じの服っていうか、書いちゃったロシマみたいなやつね。まあそれはどんな服でもそうなんやけどな。こういうのとはちょっと違う、こういうパーカーとはちょっと違うっていうか、うん、で、コーチジャケットとか、はいはい、これ毎年のやつですね、うん、でも生地変わってる。あれ、茶色のやつ持ってるやつ。そう、でも生地変わってる、わかる。もっとシャカシャカやってんけど。確かに、もっと薄っぽかったよね。うん、変わってるね。ちょっと分厚くなった。あ、マウンテンライトもあるわ。もう分からん。とりあえずなんか一覧持っときゃいいんでしょ、そこら辺の。なんだ、あるね。あった。うん、分からん。ドラえもん、黄緑、ケルプタン、コスナキ色だね、マスタードみたいな、うん、そうやね。それのバルトラってよね。あった、去年か一昨年ね。ね、それがなんかセールで売られてた、どっかのスポーツ店で。へー、バルトラセールってあんま見えへんかったからさ。ちょっと失敗しちゃったんかな。なんで買ってる人もおるやん。あ、そうか、ごめんなさいごめんなさい、失礼なこと言わないで。ごめんなさいごめんなさい。だけど一般的には人気なかったんかもしれない、うん、好きな人はおったやろうけど。うんうん、被りたくない人はいいよね。一瞬おぼろ。今更遅いねん。でもポイントはないのよ。で、ここでパタゴニア系のマウンテンパーカーとかあるので、うんうん、ちょっと肌寒いとこ行くとか旅行で海外行くとかってなったりしたら上着がね、はいはい、ありますよと。で、あれやな、バギーズショーツのコットンバージョンあるやん、それの、うん、あ、今年ってやつ、うん、ロングバージョンや。全く同じ生地じゃない。色展開も一緒やし。俺ホレニスの T シャツでも買おうかな。うん、可愛いじゃんあれ。か、あのガク買おうかな。ガク、うん、あ、これトレーニングラインさせていただいております。 あ、私が最近奪ってるやつね。そう、現在嫁蔵さんが、あ、これそれありやな、これは T シャツだ。それなしバージョンでやってんな。うん、タンクトップね。何のために着てんの、今までお風呂会員やったのに。
ちょっとね、海行く予定ができたので、ちょっとこのポニョポニョのお腹をね、出会った頃のね、海に行くんだよね。そうそうそう、伊豆白浜ね。でかって自分の部屋置いとくかな。可愛くない？もう一回下見る？そんな私は書いてあげるよ。書いてくれるの？うん、書いてあげるよ。すいません、じゃあちょっと下行きます。すいません、ちょっと先輩、私その真ん中のやつが好き。これ？うん、ウェーブのやつ。うん、これハワイでさ、こうやつさ買ったよね。もう一回でハワイで買いたいな。ハワイ行くの？行きたいな。いいな。いいなって連れててくださいよ。こっちのセリフよ、それは。こっちはよりちょっとカジュアルな感じになってくるね。そうだね、かわいいね。うん、キッズなんかな。レディースとかかな。なんかちっちゃいね、レディースか。なんかしっくりこないんだよな。それはちょっとたくんじゃないね。しかもさ、コーデュロやね、うん、よく気づいたね。でしょ、さすが YouTuber の嫁やってるだけあるやないかい。我が家でも使ってるじゃん。見てみ、帽子で使ったっけ。あら、ちっちゃい。腕ぐらいなのな、足がこれ出てきたら。そうだね、俺これお揃いで履きたいな。あ、持ってるもんね。うん、その時ね、もうその柄ないんじゃない。じゃあ買っとくしかない。メルカリで買うしかない。なんかのマウンテンパーカーもなんかバージョンアップしてるかなんか。これ知らんわ。これすごいスケスケだね、その後ろ。違う、黒いやつ。違う、後ろって言ってんじゃん。これ、うん、これスケスケ見えんねんけど、上のノースレスは生地変わらんよ。たまたまこう光がそこにあるからめっちゃ透けてるね。そうなの、うん、そんなめっちゃ薄いっていうか、ノースレスの生地と同じような感じ。そうなんだ。本当だね。めっちゃもうスケスケっていうわけではない。だからな、物事っていうのは見た目だけでは判断しちゃあかんのよ。ね？ん？着れないけど。何？なんもない。あ、この体かわいい。え？これかわいい。あ、似合いそうやね。めっちゃ今の格好似合うやん。これ海の時、海の時持ってようかな。こっちも、こっちいいじゃん、前の方が。あ、丸になってるけど、トップが。なんだこれ。後ろに日焼け止めみたいについてる。大きい？え、わかんない。それね、田植えの時に使うやつだよ。君がかぶると、こっちのが似合ってたね。これショーツも可愛くない？この辺。うん、可愛い、それ。だいぶでかい。ちょっとどころじゃないよ。なんかでかいな、でかいなと思ったよ。でかかったの。でかいな。XXL。でかい。でかい。あ、でもここにありましたわ。あるかい。ありました。ご安心ください。次 S だ。ちちー。ちっちゃい、痩せよ痩せよ。頑張って痩せよ。可愛いな、でも柄が。うん。これは？もう唯一これが望みです。M じゃなかったら無理。L だ。ちょっと大きいかな。あ、大きいね。これって海外のブランドですか？そうです。じゃあ僕 S ぐらいでいけますかね。ハイパンですよね。あ、ほんまにライナー入ってる。一回じゃあちょっと履いてみてもいいですか？はい、サイズぴったし。あ、かわいい。確かにもうサイズぴったりなんやけど、なんかこう引いた時になんかわからんやん。まあ確かに。アップしたらめっちゃかわいいんやん、はい、でこの距離で見るのってかわいい。君だけやん。色ちょっと地味かなと思ってんだけど。そう、まあ確かにちょっと地味だね。そう、だったらこっち、こうやつの方がね、君にはもうパンって入るもんな、うん、まあ、これは履かないとしてもこういう系の方がな、うん、いや、めっちゃいいねんけどな。うん、かわいいね。靴もありますよ。見て、ノースにもこのサンダルある。ウォーホーズやないかい、これ確信犯やないかい、これ柔らかいし、ほんでどう見てもウォーホーズやないかい、これ。それかわいいね。そんなもんかな、なんか見る？なんか T シャツ見たらいいじゃん。あ、前のやつ、うん、これショーツかわいいやん。ショーツばっかりやけどさ見てこれ、ハート筋かわいいね、うん、ショーツのとこになっちゃうじゃん。黒とかでもね、ワンポイントになるし、これやったら、うん、スウェットなんかな、ちょっと生地的には。じゃあこれ履いてみようかな、うん、黒のがいいもんね。そうね、グレーはあんまね、見ないし、おじさん臭くなっちゃいそうだし。完全ジム終わりの服や、これめちゃくちゃ柔らかいし。あ、いいじゃん、いいよ。ふわーってしてる。いいじゃん、いいじゃん、バスケみたいな。あー、ほんまやね。うん、かわいいじゃん。かわいいね、ワンポイントあって、うん、いいんじゃない。うん、そういうの持ってないし、うん、ちょっと可愛い感じのワンポイント入ってるしね、うん、もうこれ動画でも何でも、ね、関係なく普通にプライベートのジムの時じゃないですか。そうそう、グリーンで、ね、もう一回ちょっと色変えてもいいですか？変えてようかな。青にする？青かオレンジも一回変えてみたい。迷ってんの？そう、もう多分完全にガチプライベートで履くのよ、うん、バーサの L も XL もあんねんか、うん、だから比較する動画がないねん、うん、別に作らへんねん、うん、なんで俺がここに登ってきてるの？だから、うん、もうそれやったらもう完全プライベートで履くようとして、うん、やったらグリーンは選ばんかなっていう感じかな。でもおっさんで黄色ってあれやな、のび太くん。オレンジ履くわ、うん、結局これなんちゃう多分見慣れたやつ、うん、なんかちょっと薄く感じる。あ、やっぱちょっと薄いか、うん、こんだけ履いてじゃ結局緑かもしれない。ほんな緑、うん、緑合ってたよな。いや、緑やな、確かに変やん。ちょっと明るいな。よかった、よろしいかな。うん、
なんかそうなってくるともう緑もなんか似合ってない気もしてくるんだけどな。え似合ってた？うん、似合ってたと思うけど。靴？わかんない。なんかそんなことより自信なくなってくるじゃん。いいですね。じゃあ僕バーサタイルちょっとやめてこれにします。えはい、すみません。これ色付きとかはないですか？これ色なしだけ。色なしだけ、ね、あ、わかりました、はい、じゃあこれください、すみません。なんで自分で色塗ったらいいじゃん。いいわ、そんな才能ないから俺。すみません、それではお願いします。あ、わかりました。はい、隣に置くギア。あ、いいですか、すみません、はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。はい、買い物差し上げました、ありがとうございます。ではですね、今からちょっと軽くギア感サクッと見て、もう多分何も買わんかったらもう一瞬で終わるけど、なんか買い物あったらあの動画流しますけど、行きたいなと思います。あ、なんかさ、うん、抜けにくいやつとか言いたかったっけ。そう、そう言ってたけど、でも多分ちょっと水だけ見てみよう、どんなのあるかないか。うん、うん、これちょっと嗅ぎたかったんだけど。あ、ごめんごめんごめん。これいい匂い。いい匂い。うん、これハワイっぽい、めちゃくちゃハワイの匂いする。うん、どこにあるのそれ。うん、車、家、特に決まってないんですけど、また今度これゆっくり見よう。はい、ということで購入させていただきました。今からね、昼ご飯行きたいなと思います。なんか近くはあんまり飲食店が少ないみたいなんで、独自で調べましょう。ピクルスもいいけど、一人扇風機が気持ちよさそうやね。いいね、いいご身分ですね。おいしい、よかった。